ニートの真田ちゃん、お外に出る時間でちゅよ。人違いですね。私真田さんじゃなくて沙織なので。親に寄生する真田虫だって言ってんの。さっさと出て行きな。お姉さんかわいそうです。その年でボケちゃうなんて。53歳でしたっけ。誰がボケてんのよ。それに私はまだ35なんだけど。わけわかんないこと言ってごまかそうとしても無駄よ。早く出てってちょうだい。じゃあ記憶が混乱してるんですね。かわいそうなお姉さんにもわかるように改めて説明してあげます。私は3年前、兄とお姉さんが結婚して実家で同居を始めた時に出て行きました。お姉さんがこの部屋は私のって驚異のハイトーンでシャウトしながら私の部屋を占領したじゃないですか。だから仕方なく私は今のマンションに引っ越したんですよ。じゃあ実家に帰りなさい。あんたの部屋開けてあげるから。まさかあんたがタワマンに住んでるなんてね。なんで3年も隠してたのよ。別に隠してなんかないですよ。お姉さんが私に興味なさすぎただけでしょ。それに今さらあの部屋では暮らせませんよ。この前実家行った時にチラッと見たらめちゃくちゃ汚くて。ゴキブリでも飼ってるんですか。誰が飼うか。ムカデとゲジゲジはたまに見かけるけどさ。もっと恐ろしいですよ。まあペットの趣味に口出しはしませんけど。ペットじゃないから。もうどこでもいいから引っ越して。そのタワマンには私たちが住むから。言ってる意味がわからないです。なんでここにお姉さんが住むんですか。長男夫婦が財産を受け継ぐのは当然のことでしょ。あんたみたいにニートがあんな豪華な部屋で暮らしてるとかありえないし。30目前のニートが親のマンションで帰省なんて人として恥ずかしくないの。やっぱりお姉さんって脳がかわいそうな人なんですね。そもそも私はニートじゃありませんし、どこに住もうが勝手です。それに私は家の財産なんて当てにしてないので好きにしてください。だったら早く出て行きなさいよ。もう荷物まとめてるからそっちに送るわね。送ってこないでくださいよ。ムカデとゲチゲチとか無理なんで。それは置いてくわよ。え、大切なペットをですか。違うわよ。あんたの実家がボロいからあんなのが湧いて出るんだから。私が住んでた頃は一度も見たことないですけど。ああ、引っ越す時はあの 4K テレビとルンバとエアコンは置いてきなさいよ。そもそも出て行きませんから勝手に話を進めないでください。残念ながらあんたには拒否権はないのよ。家の全権は次の家長である長男が握ってるの。そして私はその妻なのよ。つまり私の言うことは絶対だから。家長って昭和の時代からタイムリープしてきたんですか。時をかける少女35歳なんですか。もう引っ越しは確定事項だから、あんたは実家に戻るなりアパート探すなり好きにすれば。どっちでもいいけど今週中には出てってもらうことになるから。出て行きませんから。ここは私のマンションなんですよ。何か勘違いしてません？あ、最初から脳が機能してないんでしたっけ。あんた私を舐めてんの。もう怒ったわ。すぐに出てってもらうから明日の朝一に行くからね。私明日早朝から出かけるんで来ても入れないですよ。それは好都合ね。さっさと荷物運び込んでおくから。あんたの荷物今晩中に整理しておかないと全部捨てちゃうからね。だから来ても入れませんって。ああ楽しみだわ。ようやくこのボロ家から出て夢のタワマン暮らしね。タワマンタワマン。ああ、トランス状態なんですね。日本語が全く通じないようなので今日は失礼します。一体どうやって部屋に入ったんですか。これどういうことです。もしかして私の部屋に勝手に入ったの。不法侵入じゃないの。警察呼ばれる前に帰ったら。だからここは私の部屋です。私の家具や家電はどこにあったんですか。代わりに悪趣味を極めたような荷物が詰め込まれてるんですが。何が悪趣味よ。あんたの荷物の方がよっぽどひどいセンスだったわ。地味なものばっかりでさ、まとめて不用品回収業者に持ってってもらったから。後でその手数料を払ってもらうからね。え、捨てちゃったってことですか。何勝手なことしてるんですか。勝手？昨日言っといたわよね。ちゃんと片付けてないからいけないの。もうその部屋は私のものなんだから、さっさと出てってよ。本当に警察に呼ばれたいの。前からかなり知能が低い人だとは思ってましたけど、私の想像をはるかに超えてきましたね。あ、ムカデとゲジゲジって脳内で飼ってたんですか。なら納得です。嫌味のつもり？そんなの全然聞かないんだけど。タオマンを手に入れたことで私はメンタル面でも無敵になったの。脳がペットに食い荒らされたから思考能力がなくなっただけですよね。そこはちょっと同情します。
そこまで言われるとさすがの私も怒るわよ。え、無敵のメンタルはどこに行っちゃったんですか。今引っ越し祝いで飲みに来てるの。せっかくのお酒がまずくなるじゃない。はあ、のんきに飲んでる場合じゃないと思うんですけど。あんたこそさっさと出ていかないと。本当に警察呼ばれたいの。ニートの上に前科者なんて信じられないほどの親不孝ね。前科者になるのはゆかさんの方なんですけど。はいはい、これ以上私を怒らせない方がいいわよ。義妹だから穏便に済ませてあげようと思ってたのにさ。そもそももう義妹でもないですよね。兄から全部聞きましたよ。浮気がバレて離婚したんでしょ。当然家からも追い出されたから私の部屋の乗っ取りを目論んだと。なんだ、聞いちゃったのね。そうよ、もう離婚したの。だから財産分与ってことでこのマンションをもらうことにしたのよ。財産分与の意味知ってます？当たり前でしょ、3年も結婚してたんだし当然の権利でしょ。だからタワマンは正式に私のものになったのよ。兄が財産分与としてこのマンションを渡すって言ったんですか。当たり前じゃないの。頼むから実家は勘弁してくれ、あのタワマンをやるって懇願してきたのよ。そんなしょうもない嘘が通じるとでも。離婚を突きつけられたら財産分与マンションって例のハイトーンボイスで叫びながら出てってそうですね。兄も何のことだか分からずあちこち探し回っていたらしいですよ。それだけ言えば分かるでしょ。あんたの親が持ってるマンションなんてここしかないんだからさ。何かいろいろ勘違いしてますね。まず親の財産は財産分与の対象にはなりませんから。結婚期間中に貯めた貯金とか買ったものなんかしか分与されません。は？いずれはあの人のものになるんだから同じじゃないの。全然同じじゃないですから。それにそもそもこのマンションは父のものではありませんよ。は？何言ってんのよ。私の名義です。何？勝手に名義変えたっていうの？ニートのくせに小賢しい真似を。はあ、もう訂正するのも面倒ですけど私はニートじゃありませんから。自分で稼いだお金でこのマンションを買ったんですよ。だから最初から私の名義なんです。は？でもあんたはずっと家にいるって聞いてるんだけど。どう考えたってニートじゃないのよ。本当に昭和の時代からやってきたとかですか。今時在宅でバリバリ働いてる人も全然珍しくないんですけど。内職くらい知ってるわよ。そんなのでタワマンなんか買えるわけないでしょ。嘘つくならもっとマシな設定にしなさい。本当に化石みたいな人ですね。貞子もネットで拡散される時代ですよ。私はネットを使ってデザイナーとして仕事してるんです。これでも結構売れっ子なんですよ。仮に本当だったとしても別に関係ないんだから。妹のものは私のものだし、これは正当な財産分与なんだからね。じゃあ警察でそう主張すればいいじゃないですかね。警察？何意味不明なこと言ってんのよ。何かあった時のために兄に渡してた合鍵を盗んだんですよね。つまり盗んだ鍵で勝手に私の部屋に入って私のものを全部捨てたと。あと勝手に兄の通帳とか家に置いていた現金とかも持ち出したんでしょ。普通に全部犯罪ですよね。違うわ、財産分与よ。これは全部正当な権利なの。それで全部押し通せると思ってます？まあお姉さんの知能レベルで財産分与なんて言葉は出てこないでしょうし、どうせ浮気相手から変なこと吹き込まれたとかでしょ。私も兄もしっかり警察に被害届提出しますからね。あと勝手に捨てちゃった私の家財は弁償してもらいますから。家具も全部高級品だったんですから最低でも500万は覚悟しといてください。いやいや冗談よね、そんなの払えるわけないじゃないの。あと兄も勝手に持ち出した貯金や現金だけじゃなく慰謝料も請求するそうですよ。浮気してたんだし当然ですよね。今も一緒にいるんじゃないですか。そしてそのままここで一緒に暮らすつもりだったんでしょ。本当に気持ち悪いんですけど。慰謝料とかおかしいでしょ。そんなの財産分与でチャラなんだからね。まだ言うんですか。だったら警察や弁護士にそう主張してください。本当に全然会話にならないんで疲れました。まだ犬や猫の方がコミュニケーション取れるんですけど。は？姉を動物扱いする気？動物以下ですね。犬や猫は可愛いですが、あんたはひたすら醜いので、まずもう姉じゃないんで。今から一旦戻るから一度ちゃんと話し合いをしない？きっと話せばわかると思うのよ。戻ってくるんですか？別にいいですよ。ちなみに兄も来てますからね。ちょっと待って、まずは姉妹で話し合わない？だからもう姉妹じゃないので。帰ってこないなら部屋にある荷物全部捨てちゃいますけど。
ちょっと待って、それはやめてよ、お願いよ。謝るからちゃんと部屋から出ていく。だから警察とか弁償は勘弁して。明日の朝には出ていくからさ。え、今日は私の部屋に泊まれると？そんなわけないでしょ。お姉さんじゃなくて、ゆかさんの今夜の宿は多分留置所ですね。ではさようなら。ちょっと待って、嘘よね。ねえ、私を見捨てないでよ、お願いだから許して。その後、観念して戻ってきた姉はすぐに兄に捕まり、そのまま警察へ引き渡されることになりました。私の家財の損害額は計算すると500万円以上に、さらに慰謝料100万円を上乗せして請求しました。兄も優香本人と浮気相手にそれぞれ200万円を請求。その支払いのためにヤバいところからお金を借りてしまったそうで、今ではホームレス状態で逃げ回っているんだとか。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。